どうも、釈迦です。ゆっくり霊夢。ゆっくり魔理沙。あれ、この企画は地声じゃなかった？相手は私が置いてきた。はっきり言ってこの先戦っていけない。いや、本体の方が立場下なのかよ。こんな奴より下だなんて本体は生きる価値ないわね。生きった結果生きる価値を否定されました。おい、見てみろよ霊夢。本体の方は前置きのネタでマウスのレビューする気満々だぜ。もう企画から外されたから使われることもないのにね。やめろ、おー、辛いわー。というわけで本体の行動は無視して今回も、スピーカーの音質検証の方をやっていくんだぜ。今回の動画の全体の流れは、購入スピーカーとメーカーの紹介、クリエイティブペブルとは、開封と外観チェック、バフレクトは、説明書確認、重量測定、配線接続、ノイズが発生する原因と対処の仕方、音質検証方法と使用 BGM 説明、音質検証、暫定王者 VS、購入したスピーカー、勝敗結果と感想。この構成でやっていくわ。なんか本体はまだ何かやってるけど、ほっときましょう。スピーカー紹介。あ、はい。今回購入したスピーカーは、こちら。おい、こいつ今こっちにめっちゃ指さしてきたぜ。先端恐怖症の人なら今ので不快になって、すぐブラウザバックするわね。おい、編集でカッコつけて紹介してるとこ完全に潰してるじゃねえか。商品名。あ、はい。クリエイティブから発売された。型式 SP、BBL、Amazon で購入しました。ネットのパソコンスピーカー人気ランキングでは、常に上位をキープしている人気商品ね。正式名称クリエイティブテクノロジーリミテッド、略してクリエイティブ、1981年設立のシンガポールに本社を置く、マルチメディア機器製造企業です。全世界で累計4億台以上出荷している、PC のサウンドカード、サウンドブラスター、それ以外にもオーディオ機器を30年以上、開発している音響関係に、スペシャリストなメーカーです。その中でも PC スピーカーとして評価の高い、こちらを購入しました。去年 8W の高出力モデルのベブル V2 と、今年には USB や Bluetooth 接続が可能になって、スピーカーのドライバーサイズも 2.0 インチから 2.25 インチに、パワーアップした V3 も出たのに、どうして今さら、スタンダードモデルを、買ったの？いや、こっちの方が安かった。排気をつけます。あ、あと箱のパッケージはとても良いデザインですね。質も良く手触りもいいです。人気な理由もうなずけますとかね、はは。え、もう飽きた？では早速開封していきます。全体的に丸いわね。スピーカーの基本イメージは四角だからその真逆だな。クリエイティブペブルのペブルとは、英語で丸い小石という意味だそうです。だからこういうデザインなんだな。クリエイティブは他の商品も出してるけど、この丸いデザインはペブルのついているものだけね。スピーカーユニットは一つだけで、低音から高音まで全て賄える、フルレンジタイプですね。サイズをコンパクトにするならこのタイプが一番だな。後ろにも何かあるわね。多分これは低音増幅効果のための、バスレフポートだと思います。ここが振動して重低音を響かせてくれるのだと思います。基本は前面にあるのですが設計上の理由かな。外観は全体的にしっかりとボディで覆われてます。ペブルと言われるだけありますね。硬いです。底面は滑り止め効果も考えてか、円状のゴムパッキンが貼ってありますね。電源スイッチはボリューム調整と共用タイプだな。なんだかんだでこれが一番操作しやすいわよね。シンプルイズベスト。この中にはきっと説明書が入ってますね。マジで不器用。焼肉食べたい。きっと低品質だな。こちらは両面英語でびっしり書かれていて全くわかりません。こっちは日本語表記もあるわね。基本的な注意事項などが書かれてるな。そして最後の紙も英語表記ですね。こちらも注意事項かな。説明書は何かあった時に必要になるから、保管しておいた方がいいわね。何かあった時の保証にもなることがあるからな。あ、でも私まずは読まずに直感で行くタイプなんで。そして重量の方は、左側が 305g、右側が 329g、右の方がスイッチがある分 25g 程度重いな。大体いつも通りの結果ね。では接続して電源を入れます。ああ、
丸みが強すぎてそこのゴムが支えにならない。さすがペブル。めっちゃ転がるな。はっ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 。いいから転がってもおかしい年頃。いや、急に厳しい。そしてケーブルの方は USB Type A と 3.5mm ステレオミニプラグの2本ね。そして電源はパソコンの USB 端子からでなく USB 変換した家庭用コンセントから取っていきます。この方がノイズが軽減されるとよく書いてあるけど本当なのかしら。パソコンでも家庭用コンセントからの電源供給でもノイズの発生は起こるみたいです。パソコンの場合は回路や電源供給の不安定さ、家庭用コンセントの場合はスイッチング系回路などでいずれもノイズはあるようです。なのでノイズフィルターなどのノイズ漏れ対策をしていなければ一般の電化製品も使用時にノイズが鳴っているはずです。まあ、一般の家庭用電化製品はノイズが入ったところで全く関係ないものね。でも、これが音が関係するスピーカーだと気になってくるってわけだな。ノイズをカットするにはノイズフィルター内蔵の電源タップやコンセントを使用すればいいみたいです。500円から1000円程度で購入できます。では、接続します。緑のランプが点灯したな。他は変化ないわね。このスピーカーはデザインだけで十分インパクトがあるので他はいりません。それでは音質検証の方やっていきましょう。もう帰ってくれる？はい、セッティングの方は完了したので音質検証の方をやっていきます。今回からはノートパソコンから音源を使うのね。負荷がかかってファンが回らなければこっちの方が音が静かで録音に向いてるからな。録音する機器はいつもと同じくソニーの PCM レコーダー PCM-D10 を使っていきます。音響機器などにも接続できるとても優れたやつです。音の比較対象として今まではパソコン内のデジタル音源を使用してきましたが、レコーダー直撮りのアナログ音源との比較では評価がわかりづらいので、今回からは今まで聞いてきた中で一番良いと思ったスピーカーとで比較していきたいと思います。ここで聞き比べて買った方が次に行ける勝ち抜き戦方式だな。このやり方なら毎回一番良いスピーカーが残っていくからシンプルでいいわね。同じ録音環境、同じアナログ音源、比較として完璧な状況だと思います。というか最初からそうすればよかったよね。いやもうそこはもうスルーしてほしい。そして暫定1位の王者、お得のお得002の登場です。ではお得002さんに意気込みを聞いてみましょう。対戦相手はネットの人気ランキングでも常に上位の音響のスペシャリストなメーカーですが、いかがでしょうか。ネットの評価などいくらでも操作できる。中低音増強のバフレスも我には両側に2つ、全部で4つも装備している。我に敗北の要素などありえん。さすが王者、余裕の一言です。というか貴様のようなゲローが我に話しかけるな。グレー戦版である。両面テープ販売してる変な名前のメーカーのくせにものすごく天狗になってます。今日負けてほしいですね。勝敗の判定は音を直接耳で聞いて評価するのと、音を周波数に変化させた波形を画面で確認する耳と目の2つの点から音質を評価していきます。耳だけでの評価だと使用している機器や聴力や感性による個人差が出るからな。波形の見方は以前のシャープ5の動画で説明していますので、そちらの方を見ていただけたら幸いです。音質比較に使用する曲は前回と同じく日本ファルコム様のゲーム BGM を使わせていただきます。音楽フリー宣言している素晴らしい会社だな。昔から BGM にこだわっている会社だから曲も間違いないわね。英雄伝説60の奇跡からイネビティブルストラブルを使用します。謎の暗殺者インとの初戦闘で流れる曲です。さあ、ついに始まりました。一体どちらの音質が良いのでしょうか。両者からの意気込みを聞いてみましょう。まずは挑戦者の SPPDL 選手から。はい、旧型ですが全力を尽くして頑張ります。次は暫定王者。いやが、頑張ります。いや、さっきと全然違うんだけど。弱いやつには強く出れるタイプなんで。今日負けて二度と出てくんな。では音質検証、スタート。
というわけでどうでしたでしょうか。早速今回の勝者を発表するわね。今回の勝者は、クリエイティブのペブル SPPBL。 SPPBL さん、おめでとうございます。今まで暫定1位だったオトク00には高音の良さが評価されてここまで残ってきたけど、 SPPBL はそれと同等、いやそれ以上の高音を出していたな。そして大きく差が出たのが中音域から低音域にかけてのバランスね。波形で見ても一目瞭然で低音がしっかり出ているし、音に厚みがあるよな。いやまさにその通りですね。オトク002さんは高音に自信があったようですが、それが負けただけじゃ飽き足らず、バフレフが全部で4つあるから低音にも自信ありとか言いながら、低音に関しては波形を見るまでもなく完敗でしたね。あのバフレフは飾りなんですかね。弱いやつには強いわね。というわけで次回からは SPPBL さんが王者として挑戦者と戦うことになります。では最後に王者の SPPBL さんから一言。ゲロウごときが我に命令するな。王者になったら急変、次負けてほしいですね。というわけで今回の動画はここまでとなります。次の対戦相手は視聴者様からコメントをいただいたスピーカーをメインに選んでいくわ。他にもネットや雑誌で定評のあるものを選んだりして音質ナンバーワンを決定していくんだぜ。投稿頻度が遅いためなかなかたくさんのスピーカーを紹介できず申し訳ありません。本当にだらしないな。やる気あるのかしら。君たちがいるから余計時間かかるんよ。安心して、次回から私たちも手札は話聞いてた。重荷にしかならないんですけど、というか真ん中で堂々と漢字間違えてるけど相変わらずバカですね。では今回もここまでご視聴していただきありがとうございました。それではまた。